第3節森下式自然医学療法 A 森下式自然医学療法の概要千島学説の継承者である森下圭一氏が指導する食事療法です私が千島学説を知ったのは森下氏の著書からです森下氏は千島学説の正しさにいち早く気づき森下氏独自の実験により 腸造血説や細菌自然発生説の正しさを証明しました。しかし、千島氏と同様に、眼明な医学界には受け入れられず無視されたため、自ら玄米菜食の食事療法を指導し、癌をはじめとする難病治療に、多大の成果を上げておられます。千島氏は生物学者でしたが、森下氏は医師であったため、 森下氏自身が千島学説より導いた治療法を医療の現場で実践できたのです。森下氏の食事療法での業績は千島学説の臨床応用の一つとして高く評価できるものです。食事療法としての森下式は森下氏が基礎医学者であったために科学的根拠に裏打ちされています。桜沢氏のマクロビオティック式があまりにも 形式的に引用などにこだわっているのに対し森下式はわかりやすく実用的ですこれは桜沢氏が医師ではなくて哲学者であったことが原因と考えられますゲルソン療法は欧米人には適しているかもしれませんが日本人の体質や日本の風土には当てはまらないかもしれません森下式はマクロビオティックやゲルソン療法より新しく 戦後の日本の学者である森下氏が確立した方法であるため現代の日本人が選択するには一番適した方法と考えられます以下に森下氏が自ら経営するお茶の水クリニックで指導している食事療法の要点を示します B ・森下式食事療法の要点1主食は玄米雑穀ご飯にごま塩をかけて 一口100回以上咀嚼噛むことして食べる主食は食事摂取量の5割以上とする主食は玄米に日本古来の5穀を中心とした雑穀米、麦、アワ泡、はきびきび豆を炊き込んだ玄米雑穀ご飯がいい主食の玄米雑穀ご飯はごま塩をかけ一口100回以上噛んで食べることが大切であるよく噛むと 消化器の負担が減り必然的に消食となる二副食は季節の野菜を中心に海藻類大豆製品商業介類を摂取するその量は主食と同量かそれ以下とする梅干したくあんなどの漬物を適時摂取する副食は根菜や花の野菜類を中心とすること野菜は 農薬や化学肥料を使用しない有機栽培のもので季節の旬の野菜がいい大豆よりできる味噌や納豆また海藻類は体にいい魚は商魚介類を丸ごと食べる肉類卵牛乳は食べてはいけない3調味料は自然醸造の醤油、味噌、自然塩を中心とする4調理および飲料水は 全てエネルギーの出る石で処理した水とするお茶の水クリニックで販売している太陽石を勧めているが普通では手に入らないご指示された基礎強化食品と基礎薬草茶を引用する基礎強化食品とは肺が葉緑素酵素高麗人参などであり基礎薬草茶とはクコ茶ドクダミ茶大箱茶ヨモギ茶ハトムギ茶である 6日2食を原則とし食事量は腹8分目とする過食は体調を崩すのでしないようにする朝食を抜き昼食と夕食の2食にする1回の食事は食べ過ぎないように腹8分目とする